10月5日月曜日、ニュースオピエド、スポーツナビゲーターの小林あつきです。よろしくお願いいたします。さあ今日もアンカーの玉木正幸さんはリモートでのご出演になります。本日のゲストは1992年バルセロナオリンピックテコンドー日本代表で株式会社ネットラーニング執行役員の高橋美穂さん、スポーツ社会学者で教育評論家の溝口のり子さんです。それでは早速お三方呼んでみましょう。皆さん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。高橋さん、ご無沙汰してます。久しぶりです。ご無沙汰しております。約1年ぐらいですね。そうですね、昼帯ではいろいろお世話になりました。はい、溝口さんも高橋さん、髪切ったですか？はい、短く切りました。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。詳しい話は後ほどゆっくり聞くことにしますけれども、今どうなんですか、去年の動き、テコンドー協会、それが今はどうなってるかっていうのを一言で言うとどんなお感じでしょう？そうですね、まあ私もその理事を辞任をして、はい、でまあ、アスリート委員会の委員長という立場も、はい、後輩に譲って、はい、もうその協会の運営っていうところに全くこう関わっているわけではないんですけれども、はいはい、まあ、私や当時の副会長の岡本依子さんが言ったように、はい、私たちも責任があると、理事として。なるほど。全くこう新しい体制に変えましょうというような願いは叶って、ね、新体制っていうものが今運営をしているという状態ではあります。そうですね、はい、今は卓球協会のから来られた方が会長を務められて、はい、木村会長ですね。そうですね、はい、それから副会長には B リーグから来られて、それから柔道界からも田辺陽子さんが常務理事で入ってるという、要するにテコンドーを今までやってきた人が全部一新されてって新しい体制になったことは確かですね。新しい体制になったことは確かで、まあはい、その後に少し動きがあって、副会長に、B リーグの島田さんがですね、副会長で入っていらっしゃったんですけど、はい、島田さんがB リーグのチェアマンに就任されるということで、はいはい、副会長から普通の理事の方に変更になったっていうところの若干のこの移動っていうところはこの期間内にあるんですけれども、まあ、新体制となって運営の方は始まっていると。まあ、ちょっとね、新体制のスタートとともにコロナ、新型コロナという、はいはいはい、状況に入ってしまって、なかなか新体制の皆さんも苦戦しているかと思うんですけれども、はいはい、もう人が変わればやり方も変わるので、まあ、私とかはこう、はい、新しい体制にお任せしてやっていくしかないかなという考えではいます。はい、まあ、そのあたりの詳しい話、去年の大騒動の中で一体本当はどんなことがあったのかというのは、はい、後からお聞きしたいと思います。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いいたします。溝口さんもレギュラーの溝口さんとしてはこのテコンドー協会の、騒動というのは一言ではないですよね。もう柔道協会もいろいろありましたよね。全10連の昔のこうなんですかね、トラウマがまたこう蘇ってきたというかでも逆に出口とか解決策が見えてたので、そういう意味では高橋さんとかもすごい不安だったと思うんですけども、一生懸命、はい、私のできる限りのサポートをしていただいてます。無事いい形で達成できてよかったなと思ってます。全十連もその選手の強化費の不正使用であるとか、それから上村さん次さんの会長の問題であるとかっていろいろありましたね。そうなんですよね。コーチの問題もありました。はい、トップだけの問題じゃなくて、その風通しが悪い、はい、やっぱり体制自体にどうやってメス入れるかっていうところが、でも本当に今もご苦労されてると思うんですが、すぐ刷新できるわけじゃなくて、なるほど、体質改善ってやっぱ根っこに、柔道の場合は暴力っていう問題もあったりして、はいはいはい、それは今でもやっぱり訴訟とか、やっぱり、はい、ずっとやってたりとかありますので、柔道とかもやっぱありますし、まだまだやっぱり柔道界10年くらい経ちますけど、はい、半ばですね、本当に長い時間かけて変えていくっていう。なるほどね。まあ、その辺の問題も来年の東京オリンピックと重ねてお二人に後から聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さん、よろしくお願いいたします。
さあ今日も質問は YouTube と Twitter の方で受けたまわっております。 Twitter でつぶやく際はハッシュタグオペードをつけてツイートをしてください。さあそれでは今日もノーボーダー芝大門スタジオから生放送でお届けいたします。ニューズオペードスタートです。本日の AI ニュースヘッドラインです。ディビジョンシリーズが開幕します。 MLB メジャーリーグベースボールは日本時間6日ポストシーズンゲームの第2戦ディビジョンシリーズへ進みます。アメリカンリーグはヒューストンアストロズ対オークランドアスレチックス、ニューヨークヤンキース対タンパベイレイズ、ナショナルリーグはマイアミマーリンズ対アトランタブレーブス、サンディエゴパドレス対ロサンゼルスドジャースの試合が行われます。第2戦で勝ち残った4チームがリーグチャンピオンシップワールドシリーズへ駒を進めます。今年は新型コロナウイルスの影響で両チームともに本拠地ではない中立地のスタジアムでの試合となります。そして注目の日本人プレイヤーはヤンキースの田中将大投手、レイズの筒香嘉智選手がリーグチャンピオンシップへ向けてぶつかります。2人のレギュラーシーズンの対決ですが、3試合で田中投手が6打数ノーヒットと筒香選手を抑えています。改修工事後初の大会となりました。先週4日日本武道館において第63回2020関東大学空手道選手権大会が開催されました。日本武道館は東京オリンピック開催へ向けての改修工事を7月末に終えたばかりで、その後初の開催となる大会ともなりました。今大会は新型コロナウイルスの影響で無観客試合となり、参加選手とコーチ、審判と運営関係者だけが入館できる体制を取りました。また試合ですが、組手競技のみ感染防止のため、口元にシールドをつけた専用の武具を着用するルールに変更し、審判も同様に密を避けるため、5箇所に分散して行うなど、感染防止対策を十分に取られた大会になりました。なお、男女ともに型と組手の4種目の試合が行われ、帝京大学が男女型、男子組手を制し、国士舘大学が女子組手を制しました。8ヶ月ぶりのパラパワーリフティングで5つの日本新記録が誕生しました。スポーツライターの星野京子さんがノーボーダースポーツに寄せた記事によりますと、昨日と今日の2日間パラパワーリフティングの公式大会第3回チャレンジカップ京都が京都府城陽市で開催されました。パラパワーリフティングは下肢障害を対象とするベンチプレス競技です。新型コロナウイルス感染防止のため無観客で行われましたが、今年2月の全日本選手権大会以来8ヶ月ぶりとなる国内公式戦の開催に選手たちも気合十分なパフォーマンスで応えた大会となりました。国際パラリンピック委員会の公認大会で選手たちは自己記録更新や東京パラリンピック最低出場資格基準の突破など、それぞれ目標に果敢に挑戦する中、5個の日本新記録が生まれました。また、大会初挑戦の新人選手も複数参加し、日本のパラパワーリフターの裾野の広がりも感じさせました。連盟チームドクターの徳永大作さんは、前例のない中での試みだったが、連盟や京都市、施設などと綿密なガイドラインを作成して実施し、スムーズにはできたのではないかと一定の評価を示し、来年の東京大会に向けては改善していきながら他団体とも情報を共有し、安全でかつ競技の支障が出ない形を模索していきたいと話しました。税収と歳出の問題見直しを訴えました。先週金曜日のニューズオペードでは、前青山学院大学学長で
弁護士の三木義和さんをお招きし、菅内閣と税制問題についてお話を伺いました。三木さんによると、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策で歳出が大幅に増える一方、歳入の落ち込みが確実で、歳出と歳入の差であるワニの口は顎が外れる未曾有の事態となっています。それでも安定した国民生活が続きそうで、三木さんは伝統的な財政均衡理論が果たして妥当なのか、もう一度よく考えて税収と歳出の問題を検討するべきだと述べました。三木さんは税収を増やす方法として、国境を利用して儲けている方々に負担してもらう仕組みを導入すべきだと述べました。三木さんによると、国際社会が連携して通貨取引税を導入して 0.01% でも課税できれば、各国に莫大な税収が見込めるそうです。以上、 AI ニュースヘッドラインでした。続きまして、今日のオペレートです。ニューズオペエド、本日はゲストに1992年バルセロナオリンピックテコンドー日本代表で株式会社ネットラーニング執行役員の高橋美穂さん、スポーツ社会学者で教育評論家の溝口典子さんをお迎えしてお届けしています。では今日のオペエドニュース1本目に行く前に、竹丸山さんのイラストから玉木さん、よろしくお願いします。じゃじゃじゃーん。そうか、イラストがあったんだ、忘れていた、はい、ごめんなさい。丸山さん、ダルビッシュですね。さすがですね、ダルビッシュ。ひょっとしてサイヤング賞を取るかもしれないという、大活躍ですが、残念ながらポストシーズンは最初に負けてしまいました。バックがね、打たないから仕方がないんですよね。まあ、チーム打率が2割ちょうどぐらいですからね、カブス。まあ仕方がないというところで、今度正しい、1本目のニュースに入っていきますけれども、はい、ポストシーズン、ディビジョンシリーズが始まりますが、すごいですね。こうホームでやらない、ビジターでもないっていう、はい、第三者の球場でやるっていう。ですから、あのヤンキースの田中投筒が出てきたり、レイズの筒香投手、選手が出てくる試合は、多分これロサンゼルスじゃなかったかな、サンディエゴかロサンゼルスがでやるんですね。うんうん、で、あの全米テニスがあのバブル方式っていうのをやりましたね。はい、要するにバブルという空間をずっと作って、うん、選手と関係者はそこから外に出てはいけないと。だから、ね、あのニューヨークで全米テニスやっていてもニューヨーク見物に行っちゃいけないと、試合中はというのであれば、それと同じことをメジャーはやりそうですね。でメジャーリーグがもう日本の野球、プロ野球と違うのはやっぱり、面白くしてますね。ポストシーズンの試合が多いですね。こういう、うん、公式戦を少なくしてポストシーズンを多くしたっていうのは商売もうまいですね。さすがだなっていう感じがしますね。あの高橋さんはメジャーリーグとか野球とか見られますか？そうですね、それほどさほど、やっぱりどっちかっていうと溝口さんがやられてるような、やっぱりこう格闘技というか柔道とか、はい、あのレスリングとかっていう、あの格闘系を見る機会の方が多いですね。なるほど。というとプロレスはいかがですか？プロレスもあの見に行かせていただくこととかもあります、もちろん。はい、溝口さんはどうですか、メジャーは？メジャー、うち息子がね野球が好きで、やっぱりあの 見ますね。もうチャンネル合わさなきゃいけないんで。ダルビッシュでも嬉しいですよね。ねえ、ちょっと落ち込んだじゃないですか、怪我して。そう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 。で今やっぱりあのなんつうかな、ここでこうこんなねコロナで大変な時にやっぱこんな歴史的な快挙を、ちょっとやっぱダルビッシュってやんちゃだったじゃないですか。まあね、高校時代からね、いろいろありましたね。あったのに、なんかこうやっぱ離婚も経験して、メジャーですごくもう成長した姿を見て嬉しくなりますね。そうですね、なんか大人になったって感じしますよね。なんかすごいワイルドな髪型ですけど、ね、そうそう、髪のなんかずいぶん大きくなってきましたよね。そうそう、すごいライオン丸みたいになっちゃって、なんかあれ
帽子取ったらどうなるんだろうとか思っちゃうんですけど。ライオン丸ね、昔いましたね。知ってるかな、ライオン丸。あつきさん知ってる？ライオン丸。ライオン丸ですか？巨人にいたの。巨人にいたんですか？元、横浜だから、はい、シピンという選手がいたんですよ。あ、そうなんですか。髪の毛がもうもじゃもじゃでね、みんなにライオン丸と言われて大人気、大人気。ちょっとあの勉強不足でございました、失礼いたしました。ライオン丸さん、ギャップを感じますわ。磯口さんご存知だったんですか？ちょっと、はい、そういえばそうですね。あ、そうですか。まあ、聞かないことにしておきましょう。結構おばちゃんなんで私。ということでメジャーリーグ、どんな試合形式でやるのか、まあコロナがね、まあ、クラスターが出ないように本当祈りたいと思いますけれどね、はい、まあ、あの始球式にトランプ大統領が来ることはないと思いますからね、今年は、はい、そうですね、はい、あれ上原さんもあれですよね、コロナになってたんですよね。そうでしたね、上原さんも、うん、あ、そう、はい、ちょっとメジャーのね、アメリカの方からやったっていうと、まあまあ、でもこれはもう後でまたお話聞きますけれども、日本がね大丈夫だと言ったら、もう外国がダメならオリンピックできませんからね。まあその話も後でやりましょう。はい、ということで、2つ目が、何でしたっけ。日本武道館で改修工事後初の武道大会が開催されました。そうこれできましたね。武道の中でも空手は綿棒というそのフェイスガードですね、それをつけて、はい、その呼吸をするところをシールドで、結構閉じて、それで、やったということで、これどれだけ飛沫を抑えることができるかって 98% かな、何かっていうデータまで出してつけた、やったそうですね。綿棒っていうのはあの綿をこう覆うカバーという漢字書くらしいんですけどね、はい、これはテコンドーはできますね。そうですね、先ほどちょっとまあ関係者にもあのコミュニケーション取って聞いてみたら、もう実はテコンドー のこうヘッドギアにもこのフェイスガードついているタイプのものもあるんですよね。はい、まあ、10年というか中学生ぐらいの試合の時にはもうすでにあるので、はい、ただそのシニアの公式大会で採用がされているかって言ったら、まだそこの情報は入ってきてないんですけれども、はいはい、まあ、採用するとなったら早いんじゃないかなっていうふうには考えてますね。これはテコンドーでは まるで問題ないですか、もし使うとしたら。そうですね、あまりこう問題はないんじゃないかなというふうに考えてます。ただし、まあ、顔に対しての攻撃というものがあるスポーツなので、はい、まあ、その辺がまあ、ついてどうなる、まあ、どこ何かそのなんていうかな、デメリットというかあるのかなっていうのはちょっとまだ私にもよくわからないところなんですけど、センサーが入っているものなんですよね、テコンドーの場合は。そうだそうだ、あれだ、フェンシングと同じようにそこで ポイントがあるポイントが。そうなんですよね、まあ、そういうこう足とあとはその接触する頭とかお腹の胴体部分にセンサーが入っていて、接触することで電光掲示板に得点が反映されるというスポーツなので、な、まあ、このフェイスガードっていうところが、まあ、どこまで通常 その、まあ、公式大会に影響が出るのかっていうところは、はい、まあ、これからだと思うんですが、ただ、まあ、導入するとなったら早いんじゃないかなというふうに考えてますし、ね、確かその空手今回その綿棒というものの採用の話の前に、はい、何かその飛沫を防ぐためにこう気合なしで試合やろうよっていう検討もあったらしいんですよね。はい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 、はい、それよりはもう全然やっぱりあった方がいいと格闘技でそのやっぱり気合がない出さずに試合っていうのは実際やった私から考えると気合出すなって言われても出ちゃうでしょってっていう気合出すなというのはちょっと言い過ぎで、声出すなですよね、本当はね。声出すなと言いたいのは。でも声は気合とほとんどイコールになっているみたいで、はい、声は力なりですから。そうなんですよね。戦術にも大きく関わるのがやっぱりこの声を出すっていうところではあるので、まあ、それをこう禁止というようなところはその、まあ、テコンドーの合宿ではちょっと
少し前に、はい、あの、はい、気合を出さずに合宿やりますよっていうようなことを、はい、あのメディアにこう発信してた時もあったので、いや気合なしで合宿するのかどうなんのかなっていう気がしたんですけどまああの空手のようにあのこういう、まあ、名簿っていうものをつけることによって、はいはいはい、あの少しでもやっぱりその安全性っていうところで、はい、あの競技ができるようにこう皆さんが検討されてるってことについては、まあ、一歩前進なのかなっていうふうに考えます。ただ、まあ、空手の面法もあれは寸止めが原則で、はい、本当はその上にからあの殴っちゃいけないんですよね、あんまり、あれだけ。ただこれどうなんでしょうね、面法とかっていうのは柔道では、柔道は参考になりますか？全然参考にならないですもう、ね、ウィズコロナができなく、もうウィズアウトコロナで行くしかない競技ですよね。本当にもう何にも本当に感染を考えたらできないので、例えば面法みたいなメットをかぶっています。はいはい、そうするとやっぱ首に余計重大な事故、やっぱ首の骨が折れる可能性がアメフトみたいにあるので、はいはいはい、危険になっちゃう。ただでさえマウスガードも、なんかマウスガードでさえ喉に誤飲しちゃうんじゃないかって思あの言って反対する人もいるぐらいなんで。どういうことですか、マウスガードが誤飲しちゃう。マウスガード今すごいいいじゃないですか。だけど、マウスピースですね。マウスピース。そう、本当に私は元気の時入れてたんですけど、今は逆にそれもなんか良くないっていうような。要するに格闘している時に飲み込んじゃう恐れも。でもそんなの他の競技やってるのにおかしいって思うんですけど、なんかその辺まだね、非科学的なやっぱり要素があるので、ボクシングなんかはあのマウスピースはもう必然必需品ですよね。はい、テコンドーもやってます。テコンドーもやってます。やってます。柔道だけなんだ。他の競技誤飲しないの、なんで柔道だけ誤飲？あれは飲めません。大丈夫です。飲めません。なんかねすごい非科学的なんですよ、そういうと。でネットはとにかく、でもやっぱりまあそういうところとは別にやっぱり。つけちゃうと頭から落ちた時に逆にそこが圧力がかかって首の骨が折れるんじゃないかとか、はい、あと寝技とかできないってなっちゃうんで、競技が変わってしまう、競技特性が全く変わってしまうので、ルールが変わってしまう。で、何にも身につけないことが柔道の大前提なんです。私こうコロナでね、柔道がもし変わるかもしれないっていうの前から溝口さんも言ってたからちょっと考えたことあるんですけど、はい、ひょっとして寝技が禁止されたら面白い柔道が生まれるとか、そういうことはないですか？それが今あの覇権争いになってるんですよ。え、とにかく寝技は清掃の具なんですよ、柔道界とか格闘技界の。というのは、そういうこれもまた面白くて、でも柔道連盟としては絶対寝技は離さないです。なぜかっていうと、ブラジリアン柔術が今すごい台頭していまして、いわゆる寝技ですよね。はい、そうです。で、それを分離しちゃうと、やっぱりじゃあ寝技の部でオリンピック種目出ようとか、なんかそういう部分で、もうこれは絶対もう寝技込みでっていうのは絶対あのオリンピック種目から外れちゃうかもしれない。要するに柔道というものを守るためには寝技があって立ち技があって、初めて柔道であると。で寝技をそこでこう排除すると、今度は別のスポーツ競技がというか種目が生まれてくる。ブラジリアン柔術になっていくかっていう。なるほどね。だからそうすると高専柔道って日本から古来ある、はい、ありましたね、柔道が、うん、復活したりとかね、寝技専門のようなね、分岐しちゃうので、ね、流派の分岐じゃないですけども、本当にやっぱ本当にコロナっていうのはそこまでやっぱり影響しますので。なるほど、ね、もう私たち柔道家としてはもう本当に、うん、あのもうルールはみんなやっぱそんなの柔道じゃない、柔道の本質じゃないってなってしまう。コロナ、ウィズコロナを考えて。なるほど、コロナが出てきたおかげで柔道とは何かをもう一度考え直すと、もう一度考え出すということですね。やってますね、みんなでこんだけやっぱり組み合うことのそのなんつうかな、貴重さっていうか、改めて、はいはい、と当たり前だったことが当たり前じゃないんだっていうことにやっぱ柔道家今思い知らされてる、ね。そうですね。今盛んにあの原稿依頼がね、私もちょっとあの来たりした時に書かせられるのが e スポーツなんですね。コロナの次には e スポーツ で私はもう完全に e スポーツ反対派に入りましたんで、もう、そうなんですね、理論武装も全部しまして、あの身体をあの使わないものはスポーツと呼んではいけないという、主張をこれからもまた始めますんで、どうぞ思い切り身体を使われる方、皆さん頑張ってください。
ということで、はい、はい、3番目、次の話題いきましょうか。はい、何でしたっけ、あ、はい、パラウェイトリフティング、はい、いつも星野京子さん、いつも情報ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあのパラウェイトリフティングは自宅で練習している人がすごく多かったにもかかわらず、はい、いい記録がたくさん出たということで、はい、今写真出てますね。なかなか面白い大会になったようですね。はい、ただあの大会の運営した人は相当に苦労したみたいで、あのコロナ対策ですね、それも、はい、それをいちいちその消毒をするということがあったようです。はい、はい、これが昨日と写真見えますか、昨日と今日行われます。はい、見えてます。チャレンジカップ京都の様子ですね。みんなマスクしてますね。無観客でやったっていうところなんですけど、はい、意外と私はね、ウェイトリフティングは自分の世界にこもるようなところもある競技だから、割に面白かったんではないかなと思うんですけどね。なんかそれこそ気合のスポーツじゃないですか。うわー、まあ、うわーって出て飛沫が飛んじゃうんだけ ど結構何もしてないですよね。あでアクリル板とかフェースシールドとかやってないです。そうですね、まあ、でもパラのあのあこれ優勝した日本新記録出して優勝した方ですね。ただあのウェイトリフティングっていうのはね、意外と気合じゃないんですよ。へー、ものそうなんですね。ものすごい技術ですね。あの持ち上げる時から胸までどういうふうにしてやるかとかっていうので、ね、これなかなか技術としてすごいところがあります。はい、現在私あの現役時代52キロの時にベンチプレス 78.5、はい、わーすごい、すごいです。当時の日本記録ぐらい。素晴らしい、素晴らしい。まあ当時は、ね、こっちに行こうかなとも思ってたんですけど、うわーすごい、それはだから大好きだって。今全然やれないですけど。すごい。体重とは関係ないですね、あんまり持ち上げる量とは。はい、でもすごい達成感とかやっぱりね、うん、ありますよね。ありますね。部外者の方でもすごいですね、やっぱりね。すごいですね。あんまりこう体つきが、うん、これ上半身だけでやるっていうのもまたこれまた難しいところがあってね、下半身が使えないですね。また体幹だったり足を使うんですよね。そうですね。全身の技って、これはあの、消毒しているところですね。はい、あの車椅子にも消毒をしなきゃいけない。うんうん、このパワーリフティングっていうのは私もあんまり詳しくは知らないんですが、一度あの1964年の東京オリンピックで金メダル取った三宅義信さんが生きておられた時に、自衛隊体育学校で取材させてもらったことがあるんですけどね。その時世界新記録で優勝したあのバーベルがそのまま置いてありまして、で三宅義信さんがそれを持ち上げようとして、ちょっと持ち上げようとしてビクとも動かなかったのは素晴らしかったですね。全く動かなかったですよ。ちょっと持ち上がらなかったですよ。そんなもんですよ。そんなもんだ。そしたら三宅さんがあの橋を持ってね、上に上げたんですよ。それは反則じゃないですかって。まあそんなこともありましたけども、あの YouTube でこんなコメント来てますよ。星野さん、いつもあの面白い情報ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このパワーリフティング、あのパラのパワーリフティングは京都の城陽というところでやったんですよね。はい、これもあのいろんな場所で大会が続いていくこと、これがあの来年につながるというのは、このあたりが簡単な先ほどの柔道の話とは違うところがありますね。ということで、はい、ではニュース4本目はアーカイブをご覧ください。以上、今日のオペードでした。ニュースオペード、本日はゲストに1992年バルセロナオリンピックテコンドー日本代表で株式会社ネットランニング執行役員の高橋美穂さん、スポーツ社会学者で教育評論家の溝口典子さん、そして玉木正幸アンカーと私小林敦樹がノーボーダー芝大門スタジオから生放送でお届けしております。お知らせの後は玉木正幸のスポーツ万歳です。
だ。今ぐらいああいうことも打ちます。今ね、非常に固まっています。今から思ったら、前は突然なんか無視されたりとかね、あ、なんでかなって、多分なんか私言ったんだろうね。やっぱりあのインタビューでそうだった。私にとっては嫌なことが起きて、あ、もう足場だから仕方ないのって構えてたんだけど、はじめそこを分かり合うとか、結局は綺麗事だよね。はい、それではまずお知らせから参りたいと思います。春陽堂書店のホームページでお送りしていました玉木雅之のウィークリースポーツ万歳が、今月より YouTube チャンネルスポーツジャーナリズム論スポーツインテリジェンススクールにお引越しをしました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ダルビッシュ君も映ってますね。 YouTuber の先輩です。ここに YouTuber の先輩、玉木さんよりも YouTuber の先輩ですが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは後半も引き続き皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。高橋さん、溝口さん、よろしくお願いします。お願いいたします。あのちょっとその高橋さんにテコンドーのお話聞く前に、これあの、今あ文春デジタルであの木村幸彦さんが高橋さんのことをいろいろ書いたりされているところで、あの大坂なおみの発言に対して日本のアスリートがあまり何も言わないのは非常に残念なことだということを喋っておられたんですが、これやっぱり、はい、これなぜなんでしょうね、日本のアスリートが。なぜですかね、まあ、あのこの番組で前の、番組の時に、まあ、溝口さんとかはね、はい、しっかりやっぱりこの大坂なおみさんの今回の、はい、あのまあ偉業というか成績に対して、はいはいはい、あとその発言行動も含めて、まあ、素晴らしいというようなお話をされてたと思うんですが、はいはい、私も全くそうで、はい、あのスポーツにその政治っていうのは不要だよっていうその日本の中での声があるのも分かりますし、賛否があるのも分かるんですけれども、あのやっぱりオリンピックスポーツというところを学んできた私としては、やっぱりその平和というところとやっぱりこう話せない部分があって、政治問題じゃなくて人権問題でしょと。そうですね、そこについて、であのそこについて大坂さんがあの自分の考えというこ ところを、ね、非常にこうあのしっかり外に向けて発信をして、はい、で私が一番何がすごいとこう感じてるっていうのは、発信するだけではなくて、結果につなげたと。やっぱりそこのモチベーションにつなげて、やっぱりあの優勝っていうのはすごくコントロール、やっぱりアスリートってなかなか結果のコントロールって難しいじゃないですか。あ、はい、そこをこうコントロールしてきたと、賛否あってやっぱり非難もあってというような状況で優勝して、やはり大坂さんは本当に素晴らしいなというふうに、ね、はい、感じてますし、なんか逆にね、あの大坂さん自身のパワーになったところもあるんじゃないかなと思えるようなところですね。ありますけど、溝口さんなんかは、溝口さんなんかはって言ったら怒られちゃうな。あの今日ここに来られてる方は全部喋られる方だから、あの、なぜ喋らないんでしょうね、日本の特に男性は。あ、やっぱ同調圧力の世界じゃないですかね。あのやっぱりはみ出し者、ブラ社会って圧倒的な
まあ、逆に言うと男の村社会なんですよね、スポーツ界って。あ、はいはい、私たち高橋さんもそうですし、私もなぜ言えるかって言ったら、やっぱりマイノリティだからですよね。彼らはやっぱり同調圧力の男の村社会の中で、うん、やっぱりちょっとでも出ちゃうと崩される、出る釘は打たれる で、はい、でその後のなんていうかね、自分たちは村の中で生きていかなきゃいけないから、あ、偉くなっていかなきゃいけない、はい、まあ、そういうのを考えちゃうと、そういう突飛的なことっていうか、自分の意見が出なくなってしまうように、うん、小さい時から育てられる。なるほど、それ。無意識になってる、うん。やっぱりそういう、まあ、社会学やってると思考停止っていう言い方しちゃうんですけども。思考停止。考えることをやめてしまうという。やめてしまうっていう。はい、それ以上だと、もう生きていけないっていう、そういうスイッチが入ってしまう。なるほどね。あの、柔道界からね、その山下さんが JOC の会長になられましたよね。で、山下さんが JOC の会長になった途端に、あの、非公開にしたんですよね、理事会やなんかを。で、それに対して反対したのは女性しかいなかったというね。女性理事だけでしたね。女性理事だけが反対した、あの、それこそ、はい、誰だっけな、あの、小谷さんとか高橋さん、高橋さんはマラソンですよね。マラソンの高橋さんとこでしたね。はい、はい、ね、男性は全然反対しなかったという。で、全中連でも最初評議会かなんかかな、そういう話になった時に徹底的に私もやっぱり、はい、やるべきだって。結局全中連は公開なのかな、全中連も一回あのやめたんですよ ね、理事会の方は多分非公開だと思います。だその評議会は公開だと思います。ね、うん、やめたのが山下さんがやめてうまくいったところ部分があると思うんですよ。というのは、あの、全中連は過去先ほど言われた暴力事件とかいっぱいあったので、そういうことが話しにくい公開はやめて一旦閉鎖して、それからまた公開しようっていうのはいいんですけども、 JOC の場合は非公開にする理由がわからなかった。私もその意味がすごく、 JOC 自体が政治組織だなって私は思います。もう JOC 自体がもう政治的なものであるからこそ、うん、ある意味なんていうのかな、あの、やっぱりボイコットの歴史とか、はいはい、逆にその山下さんってご自身がすごい苦労しただけに、そう、自分がボイコットで出られなかったわけですよね。で、その理由がすごい閉鎖的で、密室の中の会議で決められちゃったからこうなっちゃったんだけども、でも今度は自分がそのスイッチをまた押してしまったっていうところに、うーん、男社会の中を生きてきて上まで行った人逆にそうせざるを得なかった社会がやっぱあるのは、やっぱりその JOC もその清掃の具の一つであるとは思う。なんかね、でも、はい、本当私はそのアスリートがなかなかこう、はい、今あのネット社会っていうところもあって、自分のこう意見、特に今、はい、今回の大坂さんの件、まあ、人権問題とかについて、はいはい、なかなかこう、まあ、スポンサーさんだったり組織の中の、はい、その一選手としては言いにくいっていうところは、そこは理解できるんですよね。うんうん、しかし、あの、まあ、私がいろいろな記者さんとお話をして聞いたのは、はい、今回の大坂なおみさんの件についてどう思いますかというふうに聞かれた人たちというのは、まあ、現役のアスリートだけではなくて、はい、本当にそのスポーツ界の上にいられる方にその話を振ったとしても、うん、返答がやっぱりないと、沈黙だと、はい、っていうところについては、もう本当にその溝口さんがおっしゃっているような、まあ、ことなんじゃないかなと。あとは、うん、そのまあ、例えばコンプライアンスとかガバナンスっていうところはスポーツ界進んできたとは思うんですけれども、はい、課題は都度解決すればいいんですが、うん、課題がなかったかのように一生懸命こう見せないようにしてるっていう力も私は感じてしまうんですよね。あの、なるほど、表に出さない。だから、うん、あの、密室だったら会話できる、コミュニケーションできるんだけれども、公にはしたくないというような、ちょっとやっぱり保守的な考えっていうのは見えますね。まあ、その辺のことが去年のテコンドー協会の騒ぎの中にもあったんではないかということですよね。もうその象徴している出来事だったように私は感じてますね。そうですね。まあ、はい、あの、もう忘れられてる方はまさかおられないと思いますけども、あの、金原さんというその名物会長がいましてね、そのあの髪の毛はあの桂なのか何なのかという言葉で話題になって、ちょっとあのボクシング協会の会長さんと争うキャラクターとして
出てこられたわけですね。その人が全部自分で決めていた。ところがその全部自分で決めていたのが何かというと、選手が海外遠征した時にも全然準備状態が悪かったり、朝食のあれまで、予定まで変わってしまったりとか、それから選手の持ち出すお金が多かった。要するにお金の使い方が全く明確でなかったというようなことがあって、で選手がもう、まあ、はっきり言いますとストライキしたわけですよね。そうですね、ちょうど1年ぐらい前になるんですけれども、はい、まあ、昨年のだいたい6月ぐらいから12月ぐらいまでにわたって、そのテコンドー問題ということが非常にその多くのメディアを通じて、はい、一般の方も知るような状況になったと思うんです、はい、玉木さんがおっしゃるように、初めはやっぱり強化現場だったんですよね、はいはいはい、選手が非常にその強化の現場、例えば合宿のボイコットっていうこうキーワードがすごくこう、はい、印象的に外に出てしまったんですけれども、はいはいはい、そもそもはその合宿の対象人数があまりにも少なすぎて、対戦型の競技であるのに、はい、対戦の練習ができなくて、体力運動がやっぱりこう中心になってしまっているであるとか、はい、あとはまあその自分たち そのホームといわれる、例えば大学であるとか自分が通っているジムの方が、はい、ナショナルの強化合宿よりも質の高い練習ができてしまっているというふうに参加している選手がやはり感じてしまって、行く意味がないっていうような考えから、まあ、ボイコットというか、まあ、本当に、20何人招集して2人しか参加しないというような、はいはい、数字が新聞で表に出て何なんだという状況にはなったと思いますね、まあ、そこからは、まあ、騒ぎが大きくなって、最終的には金原さんの、はい、とか前理事の退陣と、そうですね、ところまで、はい、まあ、突き進んだんですけど、その時の過程でですね、はい、高橋さんなんか参加された過程で相当脅しがあったり、何かこうきつい言葉があったりとかっていうことが密室の中であったみたいですね。そうですね、まあ、一番の問題というのはもう先ほどの話にも通じるところなんですけれども、ね、実際のその課題とか問題っていうその現場から上がってくることに対して、はいはい、やはり競技団体の意思決定の場である理事会の執行部がそれに対して聞く耳を持たないと。そういうことが起こったのはなぜなんですかね。そうですね、だってそういうことっていうのはスポーツ界っていうかスポーツやってる人間とかははっきり言うと信じられないことでしょもうそう、ただよくあることのように感じるんですよ。現場の実際 の起きている声とかっていうところには、こう耳も目も向けない、耳も傾けない、いやこれはこうだ、理由もなくこうだって言ってしまう世界っていうのはこのスポーツ界の中には結構ありがちなんですよね。そこがその社会性が欠如している人たちの集まりだって言われればそうなのかもしれないなと思う部分も確かにあって、で、ね、テコンドー協会はその近年そのやはりその例えばコンプライアンスとかガバナンスっていうところを意識して、はいはい、理事会の中でも多様な人材の採用してたんですね、有識者の方であるとか。その以前の体制の中でもっていうことですか。そうです、そうです、はい、まあ、それはもちろん高橋さんが入ること自体がそうだと思うんだけども。そうなんです、私もそこで押されて、女性理事としてこう入れていただいたので、はいはいはい、そこはやらなきゃいけないって考えはあったんですよね、ただしどうしてもそのやっぱりこうなんていうかな、現実を直視するとか課題をしっかり見て再発防止のために考えるっていうことが根本的な解決なんですけれども、なかったかのようにする、まあ、それが、まあ、誰かの利益になるのかっていうところまではちょっと最終的には分からなかったんですけれども、そういう動きがあったのは確かですね。そこがすごく強かったですね。溝口さん盛んにうなずかれながら聞いておられましたけども柔道界も同じようなものと考えてよろしいでしょうかね。そうですね、同じようなものだったかな。そうですね、やっぱり天皇なんですよ、会長とか、私たちのもう王国の国王なんですね。はい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 、だから他の人は分からないかもしれないんですけども、やっぱテコンドーだったらテコンドーの文化なり、ある意味宗教的なっていうかイデオロギーの集団なんですよ、同じ。なのでその人に逆らうっていうことは、もう教祖に逆らうことになっちゃうので、絶対的なんですよ。その人はもう性善説で絶対全て正しいし、
間違ってたとしても突き進めにインパール大作戦になっちゃうわけですよ、うん、だから、ね、おかしいんじゃねえかなと思うけどこれ以上やっちゃうと自分も次もう言ったら逆にそう言っちゃいけないっていうスイッチが入っちゃう。で、私ももうそれ以前は女は黙って、これはあれですよ、こう柔道界だけじゃないですよ。学術界でも、教育委員会でも、学校の場でもあります。やっぱり前の、やっぱ旧態以前の、やっぱり上の世代なんかは、女は黙っとれ。若い者は、生意気だって言われちゃうんで、じゃあその生意気だっていうこと自体がって言って、食いついていかなきゃいけないんですよ。もう、それをもう嫌われてもいいからって、でもその、嫌われてもよくいいから良くしたいっていう高橋さんみたいなエネルギーを持った人が、うん、たくさんいれば風通しの良い組織になるんですけども、うん、そういう人がいないと孤立の縁っていうかもうなるほどね。もう邪魔者でじゃあ出そうぜって、うん、めんどくせえやつだって言って、まあ、外れちゃう。まあ高橋さんは岡本依子さんというそのメダリストの方と一緒になって、はい、なんとかこう組織を変えていこうということをこう動かれたわけですよね、はい、でそこで検証委員会が生まれて、検証委員会ですね、はい、坂井田さんという弁護士の方が、はい、全部調査をしたと。ただここの最終的な報告でですね、テコンドー協会にはガバナンスコードに抵触するような違反はなかったという報告がなされて、でも体制を一新するために理事全員会長も退陣するというような決着になって、新しい会長がその卓球協会から来たというようなことになったんですよね、はい、そうですそうです。というとよく考えてみるとテコンドー協会何が悪かったかってよく分かんないですよねそれは本当に私もまだこうなんていうかな、謎な部分が多いんですけど、実際にじゃあ密室の理事会の中でどういうことがあったのかっていうところは、一部そのメディアでも、はい、例えば会長がどういうことをおっしゃっているのかっていうその音声を通じて、知られるところにもなったと思うんですけれども、例えば理事会っていうのは多様な人たちがいて、もちろん有識者の方もいて、いろんな人たちがいて、いろんな意見があって、相互のこう理解とかいろんなその意見の中から最善をこう見つけていけばいいじゃないですか。でも溝口さんがおっしゃってたように、やっぱりそこはどうしてもこう同調、この意見であるべきってい こう強い意見が一つ出てきてしまったら、やっぱりこう黙らせるというような、黙らなきゃいけないという空気がどんどん生まれていっていたんですよね。で、例えば私であり岡本さんがこうじゃないか、例えばその人事にかかることももちろんあったんですよね、強化のコーチであるとか、はいはい、そこがナショナルチームの強化コーチですね。そうですそうです。この方のやり方がどうも納得できないから変えようと。そうですそうです、はい。変えようという結局声は大きくなって変えることになったわけですよね、はい、そうですそうです。会長がやってきて、それは取り消しっていうふうに言ってしまった。そうなんです。もうこう常識じゃ通じないように動いてきたのはおっしゃる通りで、理事会なりいろんな多様な人たちの意見があって、例えばじゃあ理事を選ぶのは正会員総会で、強化に関わる2人の、理事の方が、はい、否決されたんですよね、はい、やっぱり選手から問題が上がる、実績がやっぱり出てこない、うん、でそれに対して、前会長がそんなの認めないって言ってしまうんですよ鶴の一声なんですよ。これって組織としても成り立たないんですよね。じゃあ理事会って何なの、じゃあ多様な人たちがいるためにガバナンスコードがあって、いろんなね知識のある方たちが理事に入っているのに、そこで決めたことが鶴の一声でひっくり返される、これは正常なやはり組織ではないというふうにやっぱり感じましたし、で、私とか岡本さんがこう発言することに対して、ここは本当に一部そのマスコミでも報じられたんですけど、刑事告訴をするというような言葉がこう飛び交ってしまうことについては、本当にこう常識では考えられない世界を見ましたね。それ
正直に言いまして、私はあの組織というものにあまり入ったことのない人間で、はい、組織の外から自分の好き勝手なこと、まあ好き勝手なことですね、ばっかりをこう発信していたという人生を歩んできた人間なので、もしもそういう組織の中に入ってこうみんなが言ってることをひっくり鶴の一声でひっくり返したら、なんだこの野郎バカ者めとかって言うと思うんですけれども、それは言う人はいたらだいなかいなかったわけですか。多分その高橋さんのあれだ、あの岡本さんがいたんだ。そうそう、まあ、私とか岡本さんはやっぱりこう、はい、選手出身っていうこともあって、選手から上がってくる声に対して同調するような空気があったとしても首を縦に振れないことが多かったんですよね、はいはいはい、やっぱりこれはおかしいと。やっぱりあの透明性があって公平な、あのなんていうかな、理事会であってほしいっていうことを考えていたので、おかしいことはおかしいって言うんですけど、でも皆さんの前でじゃあ高橋刑事告訴するとかっていうこう話が出てくると、他にいる刑事告訴なんてそんなの無茶でしょ、できないでしょ。いや、できないことはもう分かっているんですけど、会話の中にそういう話をそれも理事会の中でしてくると、じゃあ他の理事の方たちは黙ってしまうんですよね。あの声を上げることを諦めてしまう、脅しですよね、ある意味。そうですね、自分ももし言ったら刑事告訴って言われちゃうっていう、そこでやっぱりまた誰かが二の矢さんのやり、そんな刑事告訴って言ってどういう意味か分かりますかとか言って、本当冷静にあの言ってもらえる、ね、援護してもらえる方がいないっていうのは本当気の毒だったの。全連はそこはいたんですよね、うん、その特に外部の方が、会長違う、まあそこまでは言わなかった、会長も違うんじゃないですかとか、みんなにこんだけ世論で厳しくなって、みんなそれで一斉にせーので、あの会長も辞めるっていうことで、みんなで辞めましょうって言って辞表を出したっていう、そういうところはね、すごい柔道家すごいなって思う。私は本当にあの上村さん自身はその国から出ている教科費の使い方とかそういうのをものすごく疑われて、経理がうまくいってなくて、そのそれでかなり問題になった時に、その時行動館の館長と全住連の会長を兼ねておられたんですよね。そうです。ほんで今も行動館の館長は続けておられるわけですね。続けてますし、 IJF のやっぱ理事はあの会長推薦で、世界柔道連盟の理事はだから、そうですね、山下さんと一緒に二大体制ではなってるわけですね。で行動館の方もあのやっぱりね、女性の理事入ったり、可能、ね、あの館長、前館長のあのまあ血筋の女性の方が、はい、あの入られたり、常任理事に女性がね、初めて幹部に入ったりとか、うん、やっぱ大きく変わろうとはしてますね。それあれですか、あの加納寺頃の系列の方ですか。そうです、そうです、はい、まだそういうところは残っているけれども、それもね公益法人なんでどうなのっていうのはあるんですよねえこれちょっと公益引っかかるんじゃないかなと思うんですが、公益法人がなんか個人商店みたいな売ってるところは突っ込まれるんじゃないかなというところはあるんですけども、まあでもまだその点は言えないんじゃないですかね。私なんか絶対行動館の理事とか評議員にはならないと思いますよ、やっぱり。でも全住連の一応評議員はされてますよね今のところ。これがね不思議なんですよね、いつ切られてもおかしくないんですけど、でもねすごい評議会に関してはすごい皆さん、あの発言しますよ、あのテコンドーは理事会があったら評議委員会ももちろんあったんでしょ。そう、そこが何でしょ。で理事は評議委員会から選ぶっていうのが普通 の、 あの組織 の、 あの、あ、なんていうんですか、一般社団だったからだ。そう、あ、そうです、一般社団だったんで、正会員っていうあの全国の会員さんがいて、その正会員が理事を選ぶというところだったんですね。はい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 、その正会員からは課題は しっかり上がってたんですよ。全国の正会員から今の体制、今の強化はおかしいよという改善論法も上がっていたのに、まあ、会長の鶴の一声でその改善要望書が配布っていうところを拒否されてしまったりっていうところがやはりすごく問題だったんですね。で今のような一連のその、まあ、問題課題があったというふうに私は中にいてそう感じてはいたんですけれども、はいはい、その玉木さんがおっしゃられたように、まあ、検証委員会の、まあ、結論としてはガバナンス行動の違反は認められなかったという結論になってしまったことは、あそこまで、じゃあどこまでが許されるんだろうガバナンス行動っ
ていう。そうなんだよね。私はなんか組織的に今回すごいもう本当はテイコンドーってその前の段階で、一時的なやっぱクライシスがあって、すごい公益金不正があって公益下ろされるってなったじゃないですか。はいはい。そうです、あのお金の不正で。したんです。お金の不正で。一般社団にしたんですね。そうです。民間の会社になっちゃったわけですよ。で、一旦あの金平さんも、あの金平さんじゃないや、金原さんも辞めたんですよね。辞めて、で、そこがすごいある意味狡猾だなって、一般社団なんで今みたいに一個の金原商店になっちゃったわけですよ。そう。だから評議会が機能しなかったんですよね。あ、公開が機能しなくなっちゃったんですよ。要するに公益法人でない方がその個人でやる、個人の力を出すためにはやりやすいところがあるわけだ。やりやすい。だって自分のお金で融資しちゃってるわけですから、そんなの公益なんて言ったらありえないって。やっぱり競技団体やっぱり公益なんですよね。なるほど、そうですよね。だからどれだけやっぱり収支総裁で本当は儲けちゃいけないのに、うん、お金貸してもキックバックしてっていうのってやっぱり融資して戻してるっていうのはおかしいじゃないですか。選手が商品になって営業マンになってお金持ってきてると一緒ですから。それはあのテコンドー協会なんかもその海外遠征の場合とか合宿の場合に選手は相当の持ち出しのお金やってたわけですよね。そうですね。世界選手権、まあ、あのイギリスに行く時に1人当たり17万5千円という自己負担金を払わなければいけないと。で、お金がかかるっていうことは確かにあるんですね。他の競技団体でもお金かかるところはあるんですよ。ただ何がって言ったらそこの詳細を説明ができない、使い道を説明ができなかったという。できないというしてくれないんですか。いや、その説明を求める場があったんですよ。選手と、まあ、選手の所属企業コーチたちが集まって、協会、はいはい、の皆さんから報告を受けると。何にこの金額が使われたんですか、どんな内訳なんですかというような問いかけに対してしっかりとしたあのお答えが出てこないんですね。で出てこないって出てこないわけないんでしょ本当は。いや出てこないわけがないと思います。まあ、結論としては、まあ、この大会、その世界選手権にかかる金額だけではなくて年間でかかる費用をここからもう徴収するというようなやり方をしていたので、あの説明がしどろもどろになって説明ができなかったと。どんぶり感情なわけだ。もう要するにどんぶり感情な。そうですね、おっしゃる通りですね。そういう部分がやはりその選手でありあの、まあ、所属のコーチであり企業でありからのその不安とか不信に、まあ、はい、大きくつながった。まあそういうところが今のところはもう改善されたというふうに見てよろしいんですか。そうですね、まあ、新しい体制になって、まあ、ちょっとコロナがあって海外遠征まだ一度も行けてないんですね。はい、というところもあるので、まだ具体的に、まあ、以前課題だった問題だったところが、まあ、新しい体制になって改善できてるかっていうところはまだしっかり見えてきてはいないんですけれども、ただ、まあ、ちゃんとしたその説明っていうものは求めたら出てくるというような状況にはなっていると思いますね。そこでちょっともう時間も本当なくなってきてたので、来年の東京オリンピックなんですが、まず溝口さん、柔道できますか、はい、来年の東京オリンピック。いや、もうね、こう組織委員会なんかはもうやるぞやるぞやるぞって言って、もう完全やる、モードに入ってますね。モードが入ってるんですが、この10月31日に講道館杯という全日本の試合が一応行われる予定です。はい。でもまだ最後までわからないです。感染拡大の直前までわからないです、はい。で、その後の12月にグランプリという、やっぱりグランプリオリンピックの予選につながるものがある、はい、中止になりました。中止ですね、これ。はい、で東京で今ヨーロッパもヨーロッパ選手権、ちょうどこのオプエドの前にフランスの関係者、欧州の関係者とあの話し合いを上手にしたんですが、多分無理だろうと。今年は欧州、今、まあ、フランスを中心に拡大していて、はい、予選ができないと。で、2月3月に大きなオリンピックの最終選考にあたる、はい、トーナメントがあるんです、はい、ヨーロッパのね、はい、これは多分5月に変わるんじゃないですか、うん、5月が最終、まあ、エントリーなんですよ、はいはい、本当に最終まで柔道は、わからない体制で今動いてます。なるほど。
テコンドーはどうなんですか、来年の東京オリンピックに向けては。そうですね、まあ、もちろんそのね、あの 1% でも開催の可能性があれば、そこに向けて選手は練習していくので、ですよね、はいはい、で私たちもサポーターとしては、サポートしていくつもりではあるんですけれども、でもあの先ほどやっぱり前段階でお話した通り、フランスなんかは今、警戒レベルがやっぱり最大になってきたり、最大になってますね、はい、日本は感染の拡大が鈍化しているんですけど、世界は違うという状況で、はい、本当にこれ開催できるのと、日本のその、まあ、国民の感情も含めて、うん、はい、ちゃんとしたその平和的な開催ということをできるのかどうかっていうところはすごく不安ですね。まあ、ものどれね、あの今だからすごい、はい、その覚え出してほしいのが、オリンピックがこの3月ぐらい中止じゃなくて延期になった時も、はい、なりましたね、我々でやろうやるぞって言ってたんだけど、結局外から外堀埋められて、大会でできないんだよ、予選ができないんだ、練習ができないんだっていう声で延期になった、はい、我々日本の組織委員会も、日本はもう自分たちがやれるバッチリ皆さん待ってますよ、ウェルカムって言っても来てくれなかったら、それこそ韓国とかもう3カ国ぐらいしか来なかったら、オリンピックなのって、でも来なかったら私たち日本人がみんなメダル独占できなくて、だから日本は最後までやるっていうと思います。なるほど、来なかったらもうしょうがないと、もうしょうがない、ボイコットじゃないけど国の事情がある、しょうがない、やる人だけでやりますよ、本当に最小限のオリンピックになるんじゃないかなと思います。なるほどね、今の溝口さんのお話は、先週登場してくれた春日さんに聞かせてあげたいな。どういうかな、春日隆一さんは。春日さんは絶対こういう視線はないでしょうね。だから私たち、高橋さんもやっぱ選手を経験して、うん、現場の意見としてはそうなるんだろうなと。だけどそれでオリンピックの価値があるのとか、やっぱり延期になった経緯を見ると、やっぱ海外の人たちの声、本当にそれで、うん、日本安全ですって言ったけど、ね、うん、PCR 何回も打たされて、感染者扱いじゃないですか、来た時に、うん、選手は。それで本当のおもてなしできるのかなっていうところは、そうですね、海外のアスリートの方がその辺はっきりこう元言うじゃないですか。もう言いますね、はい、そうですね、なので日本でやはりその開催したい、今日本政府であるとか IOC がやるって言ったと、うん、コロナに関係なくやるんだって言ったとしても、うん、果たしてそこは安全っていうその保証であるとか、あとそのやはり延期に伴った費用の部分とかって、いろいろな問題あるじゃないですか、はい、あります、もう山ほどあります、ね、そうなんです、そこを考えると、まあ、果たしてちょっとあまりにもその発信、日本政府であり IOC の発信があまりにも現実とちょっと乖離があるような気がして、あの内容にもうオリンピアとしては複雑ですね。何かもうやることがもう大前提として発信しているという感じはしますよね。そうですね、ただやはり税金が投入されている限り、国民感情っていうところはしっかり考えていかなければいけないと思いますので、なんかそこはあのまだまだ課題が多いんじゃないかなというふうに考えてます。はい、ということで、はい、今すいません、なんかカンペが出たの読んじゃったんで今が開きましたけどもあのもういくらでもお話しして続けていただきたいんですが、どうも今日はあの高橋さん、ありがとうございました。初出場ありがとうございました。あのまたよろしくお願いしますね。はい、あのぜひとも春日さんなんかと一緒に出ください。え、春日さんも以前あの直接的には面識がないんですけど、テコンドー協会の理事やられてたことあるっていうお話も、そうなんですよ、聞いてってことが、はい、ありまして。あ、そうですか、それは面白い。今度お二人で、ね、呼びましょうよ、そしたら。そうですね、またやりましょうね。水口さんはもうレギュラーよろしくお願いします。今日はありがとうございます。あと、またアフタートークよろしくお願いします。はい、高橋さん、水口さん、玉木さん、ありがとうございました。はい、ここです、ありがとうございます。最後にすいません、訂正がございます。ニュースヘッドラインの3本目、パラパワーリフティング大会の第3回チャレンジカップ京都は昨日と今日の開催ではなく、おととい3日と昨日4日土日での開催の間違いでございました。大変失礼いたしました。そして玉木さんの、玉木正之ウィークリースポーツ万歳も今月より YouTube チャンネルに引っ越して、スポーツジャーナリズム論、スポーツインテリジェンススクールに引っ越しをしたというのを番組の、ね、中盤でお伝えしましたが、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、明日のニュースオプレード、ゲストは映画監督のヤン川本さん、解説委員は評論家で公益財団法人大谷総一文庫理事長の大谷英子さん、
アンカーはノーボーダーニューズ東京上杉隆社主、アシスタントは浅野ゆかさんです。それではまた明日。Thank you.